ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色のしべからは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りにあふれておりました。極楽はちょうど朝でございました。この極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底に当たっております。その底に神畑という男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。この神畑という男は人を殺したり家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございます。それでもたった一つ良いことをした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りました。そこで神田さんは踏み殺そうといたしましたが、いやいや、これも小さいながら命のあるものに違いない。その命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうと、こう急に思い返して、とうとうその雲を殺さずに助けてやりました。それだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い傍らをご覧になりました。翡翠のような色をした蓮の葉の上に極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそっとお手にお取りになりました。そしてそれを玉のような白蓮の間から遥か下にある地獄の底へまっすぐにお下ろしなさいます。ところがある時のことでございます。何気なく神田が頭を上げて血の池の空を眺めました。そうだ、この糸にすがりついてどこまでも登っていけばきっと地獄から抜け出せるのに相違ない。そう思いましたから、神田さんは早速その雲の糸を両手でしっかりと掴みながら、一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。一生懸命に登った甲斐があって、
さっきまで自分がいた血の池は今ではもういつの間にか闇の底に隠れておりました。しまった閉めた閉めた ところがふと気がつきました神田さんはこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとしばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなります。そんなことがあったら大変でございます。そこで神田さんは、ほら罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前らは一体誰の許しを受けて登ってきた。降りろ降りろ降りろ。その途端でございます。あにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田さんの無慈悲な心、そしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらとうてなを動かしております。そのたんびに真ん中にある金色のしべからは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりにあふれ出ます。極楽はもうお昼に近くなります。Thank you.